それでは回答の方参りましょう。はい、上行きましょう。 He worked,worked hard only to fail と、もうこの形、ありますね。 only to ということは結果だなという感じですね。はい、結果と分かって悪い結果だそうです。はい、失敗する、悪い結果ですね。はい、結果なんですから、こっちからこっちですね。彼は一生懸命働いた、失敗した。結果なんですからね、基本的には手なんですけど、一生懸命働いて失敗した、まあちょっとかわいそうですね。ちょっと文のつながりもあれなんで、悪い結果なんでね、働いたしかしみたいな感じなんですよ。しかし失敗した、別にこれ間違いじゃないんですよ、合ってますけど、まあね、日本語は便利で、がっていうのはどうですか。彼は一生懸命働いたが失敗したと、こうなるんですね。はい、これだけでがなんですよ。 only to でがなんですね。まあそうですね、もう働いた、しかしその結果失敗しただけだったみたいな感じですけどね。あ、ここがでもいいか。働いたがその結果、結果ですからね、失敗しただけだった、だけだったみたいなと、オンリーの意味が出るっちゃ出るんですけど、別にこういうふうにあえてする必要はありません。まあ、消す必要もないけど、まあ消しちゃいましょう。役例としてはこれでいいです。がです。はい、彼は一生懸命働いたが失敗したという感じですね。オンリートゥーの意味はがということになるわけです。いいでしょうか。はい、次、He went out this door never to return と、これも、ね、never to return、 あ、なるほど、熟語ですねという感じですね。はい、結果らしいですが、彼はこのドアから出て行き、結果ですからね、出て行ってって感じですね。出て行ってってですからね。はい、で二度としないんですよ。ネバーですから、じゃあ二度とって入れてあげましょう。二度とリターン、戻ってしなかったんですから、戻ってこなかったと。はい、彼はこのドアから出て行って二度と戻ってこなかったと、こういう悲しい文章ですね。はい、こういうのが出来上がるということです。はい、こういうのは熟語なんでね、この形だったらまあ結果というのが分かるという感じですね。はい、いいでしょうか。こういう形で出てきた時は左から右ですよ。いいですか。こういうのをしっかりできるようになってください。はい、それでは次週までの宿題クイズに行きましょう。はい、今回は2問文を用意しました。こいつの役例作ってくださいにしましょう。読みましょう。 He is rich enough to afford a chauffeur。はい、2番目が He was so foolish、as to believe it と。foolish はまあ愚か、こんな意味かな、になりますね。はい、ノーヒントでいきましょう。実はいろいろ工夫があるんですね。はい、それを踏まえてほしいというのがこっちの意図なんですけれども、役例自体は多分できるかな。ちょっと楽しみなんですね、ちょっと意地悪が入ってるんです。はい、まあ、今からねメッセンジャーやってる方は、まあ、どこが意地悪かは分かるんですけれども、はい、そうでない方は来週まで、まあ、お待ちください。はい、それでは今週もどうもありがとうございました。大丈夫かな。はい、じゃこちら問題よろしくお願いいたします。はい、それではまた次週お待ちしてます。どうもありがとうございました。